はい、どうもー。はい、どうも、始まりました。バタバタです。バタバタですが。第12回目。12回目ですね。始まりました。これでちょうど、本番も1年になりますな。はい、そう、もう来月で1年です。丸々ね。丸々なるからね。はい、今日12回目で。はい、よろしくお願いしますよ。ね、今日給料日ですよ。世間はね。見てんのかっちゅう話ですよ。そう、今浮かれてる、まあ。でもね、こんだけ花散らしの雨が降ると。そうそうそう、雨やからね。みんな花見どころやないで。そうそう。だから、もうね、今日はもうまあ、ほら、ゲストがまた今日豪華やから。豪華ですね。はい。初めて会うバンドもいますけどね、今日はね。ビッグママと、うん。はい、ビッグママ。はい、それとあと、映画、赤い季節から。はいはいはい。野野哲彦監督。野野哲彦さんがね。はい、来ますからね。はいはいはい。はい、ちょっとまあ、今月もですね、うん、もう、この寒さに負けない、ね。うん。え、なんやろな、これは。じゃあ見てこの感じ。でも、この、パンしてこれ、ちょっと、この感じ。さあ、しよう。ちょ、バーってな、回してこのお店の感じ。ああこのお店、開店が間に合いませんでした。そう、やってるとこはね、同じなんやけど、今ちょっとね、工事をしてて。だからさ、不思議なもんで、この番組、こっから始まったやん、スタートは。そうですよ。その時は、ドラゴンモータースという名前で、はいはいはい。遅れました。はい。それで、昨日は朝月までか。はいはいはい。は、ガネーシャです。ガネーシャさんです。ですね。はい、次は、ここが GNSP という名前で、はい、新たに生まれ変わるということで、1年で3回。もう五木ひろしみたいなもんですよ。もう改名でね。改名、あ、そう、ちょ、最初の知らんやろ。松山さとるやろ。そうそう五木ひろし。そうそうそう。どんどん変わってますけど。はい。今日はじゃあね、こっからお会いしましょうね、今日もね。はい。じゃあ、ボイラールーム、開店でーす。はい、開店でーす。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで。はい、なんか今日はなんか、なんだろう、このバタバタ感。バタバタですよ。ほで、今日寒いしね。おう。じゃあ、ほんまな。うん。だから世間はや。うん。じゃあ、ほんまに、3月入って一気に上がったんや、気温。はいはいはい。がっつり一気に気温が上がって。ですね。そして、なんかもうほら、うん、言うたら桜前線も、はいはい、いきなり来てもうてや。はいはい。で、がっつりいい感じやん。はい、なってたやん。はい。せやけど、この3日前から。急にね。寒い。ねえ、しかも、ねえ、こう、桜もうまい感じに咲いたのに、今日の雨でね。そう、だから、昨日とか、ほんま昨日もそうやけど、はい、今日だって絶対花見の、そうですよ。したらいっぱいおるんやな、ほんま。しかもね、その先も言いましたけど、給料日ですからね、今日ね。浮かれていいわけですよ。そうそう。そう、今日はだから結構、なんやろ、みんな家に帰ってる人が多分多いと思うんす。いや、だからさ、ほんでな、明日も明後日もいまいちな、みたいな雰囲気にもなったかな、なんかね。めんどくさいな。だからね、このね、この季節結構ドSやで。ドエスドエスな感じするよな。サディスティックな天気やで。まあね。いや、マジで。本当に。でも、桜咲くん早くないですか、今年。だって、ね、もうちょい遅いですよね、いつも4月。史上2番目のスピードやでしょ。おう。何なんすかね、これ。何なんすか、言われても。地球は異常気象なんや。なるほど。もうおかしいね、これも。そう、なんかね、そう、毎年もうちょい後ですよね。4月ですもんね。そう、本来なんかそんな感じだったな。だから3月が、うん、俺もそうやね、ほんでな。はい、実は友達から今3月31日、はいはいはい、一応花見の予定入れられてんだけど、はい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 、はい、遅くね、もう多分ないんじゃないですか今日の雨で。いや、きっとそれぐらいの時もうないね。ねえ、しゃあないわ。だからこれはでもはでも桜とか、でも花見って毎年します？なんやかんやで、俺はい、世田谷に住んでる人は分かるけど、世田谷に緑道があるんよ。ああ、はいはい、僕も世田谷ですけど分かんないですよ。それ全然離れてる世田谷やん。まあ、そんなこと言うやろ。全然自分田舎の方の野呂さん近所ですよ。めっちゃそう、あそこがあるから、はい、やっぱり俺ほれスポーツクラブ行くときもそこ自転車で、あいつも横切ってから、ね、その、はい、開花の雰囲気ずっと見てんのよ。はい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 、きっとなんかこっちは早いな。だから俺がもうあと何日で行きますって分かるぐらいいつも撮ってるから、はいはい、だからそこでやってるから、はい、だからチラッとこの間3日前ぐらいだったかな、でもね、はいはいはい、そこ歩いてたんよ、うん、ほんだらそこの中でお茶屋みたいなのあんねんけど、お茶屋、お茶屋があんねん、1個だけせせらぎ茶屋やから、なんかそういうとこがあんねん。そこにあれですやん、あ、ブログ見ましたけど、ね、見たやろ。相川さん夫婦普通にいるつれておんねんね。ほんで一応俺もうほら無視できへんねん、はい、性格的には、はいはい、あ、どうでもなんかね、すごい気ついてない感じやね、俺には。ああ、さっぱり。これ誰みたいな、誰って感じだよ、はい、あのこれ飲むって自分でほら、はい、手で公然と、はいはいはい、あの人と会ってる時はいつも頭立ってるから。これね、今ね、あの人言うてるけど、分からん人もいると思うんで、鮎川さん夫妻ね。そう、椎名の座六です。鮎川夫妻が
いらっしゃったんですよね。まあだからビビるよ。ほんで一応行ったけど、え、これ誰、うん、みたいな。そう、俺の場でボッカーされてて。ちょっと寂しいよ、芸能生活28年のこの俺は。そろそろ寂しいよ。え、結局最後の最後まで、うん、なんかふわっとした感じだったんですよ。でもね、あの人なんかふわって手だけ振ってくれるんだよ。なんも喋れへんね、別に。でもまあそれでええやん。もう大御所なんで。はい、まあまあそうです、ね。そんなもん、いちいち気使ってもらうんでええから、俺は。ほんでその後ね、バーってあれしたら、はい、元アスフォーっていうバンドの、はいはい、今ヘルベントっていうバンドの、ヨシキっていうのにバッタリあって、はい、そこでいきなり、はい、いきなりもう花見やろうって始まった。だから無足跡のあの花火一回ね、一発ね。でもそういうちょっとこうね、あの、うん、突然感いいですよね、でも。いいよね。なんかね。いいよいいよいいよ。なんかいいですよね。だってさ、もうそう聞いてらわずに、うん、だってさ、聞いてらうとさ、うん、なんですか、昨日、一昨日、うん、上野の方。上野の方なんか。上野の方毎回すごいやん。あ、まあ人いっぱい来る、ね。53万人とか言ってたよ。え ?2 日間で。そんなん座るとこないですよ、もう。ないし、ないし。全然。ないし、もうむちゃくちゃやろ。嫌やな、そんなとこに。日本人の、まあまあ、これは江戸時代から続く多分花見の習慣ってあるんやろうけどさ、53万人はないやろ。いや、多すぎるでしょ。だから、俺ら行ったことある上野は。上野は、いや、行ったことありますけど。あの花見とか。花見シーズンは行ったことないです。そう、もう避けて通るもんな。いや、別にそんなん嫌っすもん。人ばっかりよ。なんか、あの、調子こいたあの大学生とかいっぱいいるでしょ。いっぱいいますよ。絶対嫌。あの、もうなんか今日もそういう映像見てたもん。いや、朝からぶん殴ったりとか、夏季現金やのに思いっきりファイヤー出してるとか。入るのちょっとね。ねえ、その話出したほら、ね、俺ら毎年やってるあのバーベキューも、ね。バーベキュー夏のね。俺らやったけど、ほら、そういうね、こう、マナーの悪い人たちがいっぱいいるから。中止になりまんねん。そう。禁止禁止、どこ行ってもね。そうそう。もうやれませんよ、みたいな。あの、ああいう河原でさ、すごい大きなスピーカーを持ち込んでクラブにする人らもいたやん。そうですよね。なあ、あんなことやるから。だから我々はもうちゃんとしてますもん。で、マナーよくね。俺らはな、俺らはな。てかもう、40過ぎな大人やから、ちゃんとしますやん、そんな。そうね。あれちょっとなんとかしてほしいですね。だんだんこうやれる場所がね。だからあれや、去年なんてさ。そうですよ。去年なんてさ、あの、玉川がダメやからって言ってさ。そうですよ。僕んちの前ですよ。国の家の前でやったもん、そうだ。何にもないだよ、そんなもん、川も。そう。まあでもあそこもね、まあ、快適でしたもんね、うん。いいとこ住んでるよ、自分。そう、あそこ快適なんです。あそこめっちゃあったかいな、雰囲気が。そうですよ。みんな周りの人ちょっとした集合住宅っぽい、なんか、おしゃれなね。で、ドッグランのとこが。なんかなかったっけ？ドクランなんかないっすよ。ドクランじゃないか、あれ。小庭みんなついてたやん、小庭が。あ、小庭ありますね。小庭がいてさ。ほんまにちっこいっすよ、あんなもん。なんか、ええな、ああいうのな。あなたの世界だな。もしも。はい、で、あなた嫌いだから。でね、そうそう。ちょっとあの、SA の話を。OK! したいんですけども。そうやね。この間、仙台、あの、ビッグトップ。はい、やってきました。年内、あの、初めてですよね、あの、ビッグトップは。今年、初めてですよね。仙台、うん、あの勝手に仕上がれ、勝手に仕上がるとね、どうでした仙台。仙台、いや面白かったですよ、はい、ただねやっぱりね、あのね、そのライブの翌日がやっぱりどうしても震災の2年目だったっていうことがね。そうですね、あの3月10日がその仙台のビッグトップ、ね、のライブやったから、はい、やっぱ気持ちはね、はい、やっぱり持っていかれますよ、うん、まあ、なんだろうね、はい、だからね、いつも以上にやっぱ込み上げるもんが大きいんですよ、うん、まだまだやっぱりそら、あの街に行けばね、どうしてもその気持ちっていうのはあるからが、うん、でまだね、この復興なんてまだまだやっぱりできてない部分もすごい多いし、そうそうそう、本当はね、まだまだね、うん、そうそうそう、ただ打ち上げ、それもライブは置いといてね、置いといてじゃあかんねんけど、うん、すごいちゃんと頑張りましたよ、さ打ち上げがおもろかったね、俺、勝手に仕上がると、打ち上げやっててさ、ほんだら、あいつって言ったらあかんわ、武藤君とか、あの、本当にね、俺このボイラールームってそもそも三軒茶屋で本当にやってたお店やん、はい、俺が、はいはいはい、そうですね、そこに来てんのよ、お客さんとして、お客さんとして武藤君とか、あの当時、ジャックナイフのメンバーとか、はい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 、でなんか来てたとか言うて、へえ、すごい嬉しくて、やっぱ、ただ俺はその時全然分からへんかったから、はいはいはい、うん、だからやったんやけど、そういうふうになんか、なんでしょう、直樹先輩みたいな感じでさ、武藤さんと直樹さんは年齢的にはどうですか？2つ3つ下なのかな。あ、そうなんですね。完全にうちの大勢とかと同じぐらいで。ああ、なるほど、なるほど。そう。で、でもさ、あと、飲み屋にな、はい、飲み屋の店員でしおりちゃんっていう子がいたんだよ。あ、あの仙台で？仙台で。すっげえ可愛いの。何歳？何歳？23歳。あら。ちょっと、あまりにも可愛いから、俺勝手にしやがれの。そんなに可愛かった？じゃあ可愛くて。なかなかそんなん言いませんもんね。言わへん、俺ちょっとびっくりしたよ。ほんで、あの、武藤くんに、じゃあ武藤くんのああいう雰囲気だね、飲み。はい。武藤。名前聞いてこい。聞かすんかい。名前聞いてこい。年聞いてこいとかずっと言って。あれ、無駄に読むね。あれ、オーダーの間にずっと無駄に読んで。めんどくせえ。めんどくせえ大人やってさ。
すんませんでした、本当に。そんな話で終わりですか、仙台の話。そこで終わってなかったけど、そんなもんあった。だからやっぱり面白かったよ、なんか、意外な、だから素顔ってあるやんか。はいはいはい、ね、あでも、そのね、まあ、こう、地方の話であれですけど、うん、今度、ね、それも仙台やって、やりましたね。この間、江南って愛知県ですよね、あれ。はい。江南ってあの、初めて行く場所やって。初めてで。江南はどうやったんですか。もうあの、大勢が最初の MC で、こうなんてどこやねんから始まったからね。あれすいません、僕も全然何も調べてないんですけど、うん、あれって江南市なの。江南市、小牧市のなんか下にあるのかな。だけど、はっきり言ってもう何にもですよ。あのホテルもないね。あ、なんかブログにも書いてましたね。そう、泊まるとこがないから、そう、わざわざ小牧の倉庫街の中に泊まったりとかしたぐらいの。倉庫街の中にポツンと。でもそんなとこに人がそのライブで集まってくるわけですよ。うわ、とりあえずね、そんなキャパ大きいとこはないけど、はい、バッチリっす。でもだってなんか僕もそのね、ブログの写真とか見ると、はい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 、結構シャレた感じのお店。そうちゃんとしたね、かっこいいバーやったよ。ですよね。意外にいけてる。へえ。そこはね、でも嬉しいね、はい、だからね、あのね、実際江南市で来てるお客さんというのは、はい、主催者だけ基本主催、みんな名古屋の方とか江南の人が主催してるから、はいはい、あとはやっぱり名古屋とか、まあ、その近県から、はい、ちゃんとだから、あのほとんどのお客さんも初めて江南来たやつだからそんなとこなんですね。どこやねんって迷子になる前言うて。でもね、はい、ああいうとこやっぱりね、はい、俺なんか好きになる。あ、第2じゃない、第3、第4年ぐらいって、はい、本当にいいことないやん。まあですよね、実際いいことないけど、まあ、愛知県って言ってもまあ名古屋、そう、ね、豊橋とか、まあそうですよね、言うてもまあ岡崎とかになるんやけど、そうですよね、こうなんてだから見えてるよだって大勢が岐阜出身や、はいはい、大勢のとこまで多分ね、直線距離でね、国道走れば、はい、1時間ぐらいらしいねんけど、でもやっぱり全然馴染みがないから、まあ、こうなんてどこやねんっていう。ですよね、そうやってその地元の人も知らんぐらいのとこやったら、そうでもそこでもね、でも結構いいライブできたっつって、逆にあのなんか俺ほんとなんかそういう、あとなんだろう、しみじみ思うんだよね。ようこういうとこ来てくれたとか、はいはいはい、まあ、もちろん俺らも呼ばれて、俺らもよう行ったって話やねんけど、すっごい楽しくなる。あ、いいっすよね。でもそういうなんかそういう街行くのはね、楽しいですよね。いいっすよ、なかなかないんやからないっすもんね。ただその街にホテルはなくて泊まってないんやけどねとりあえず思い出はないねんけどで、そうで、それ終わって、うん、もう終わったんでしょうか、あのレコーディングは。終わりましたね。今度ちょっと待ってくださいね、もらってたそう、これですね、これですね。これはタイトルは何ですか。これなんやろうね、タイトルね。これはタイトルは何になるんですか。あ、ユナイテッド・アンデ・バイ・デッド。まあ、メンバーも分かってないですけど、ね。ごめん、あのね、俺もね、あのね、撮り終わったばっかりやな。直樹さん分かってないから、それは俺もそうなるわ。もうね、今の赤かったな、俺はな。つぶつぶやったな、これな。これタイトル何っつって来ましたね、マネージャーに。待ってね、ちょっと俺も、ほら、これやん。俺見えへんし、全然。メガネかけないと見えへんし。あ、見えた。ユナイテッド・アン・ディバイデッドね、うん。これね。あ、書いてますね。はい、これ。これがだからあのね、アメリカ、はい、カナダ、はい、オーストラリア、はい、日本、各、はい、あの、一バンドずつ参加した、うん、まあこういったアルバムが5曲入りですね。どのバンドも。じゃあの SA はそのうち5曲のうち、新曲はもう2曲取り下ろしで、うん、やって。はい、うん、で、僕はもう絶対ライブの鉄板曲で、うん、俺らが昔からちょっと取り直したいと思ってた、はいはい、ゴーバーミキッズとか、はいはい、バンピーウェイを、はい、もうあのライブ録音的に一発撮りでドーンやってますから、はい、でもいいっすこれ。そうで、さっきね、その、うん、始まる前に直樹さんにもちょっと話、はい、あの聞きましたけど、歌詞がね、また今回大勢さんの詞がかなりいいっていう、はい、いいっすよ。で、俺もちょっと聞きましたけど、あ、それはちょっとグッとくる感じっすよね。もうね、あの馬淵先生すごいっすよ。ああちろ今あの去年もう矢沢で、はい、あのパンク業界を賑わしたけどまさかみたいな、はい、あの大勢やっぱうまい。だあのね、ちょっと俺最初に CM もらった時に、はい、オーバーカムっていう曲名やねんけど、はい、まず1番からこう見てて、2番で一瞬ちょっとうってなった。あわすっげえいい。だ思わず声が出たもん。うって言ったと。うん。違うええー、な。いや、グッとくるわってやっぱり。本気でそう思ったからね。だってさっき俺、うん、まあこれ、まあね、うん、楽しみにしといた方がいいと思うんですけど、うんうんうん、そのフレーズちょっと何個か聞いたじゃないですか。はい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 。なんか想像つくというか、そうだよね、まあ、これは多分グッとくるなっていう感じの、そうなんですよ、フレーズがね、うん、結構散りばめられてる。まだやっぱり日本においてその、うん、まあ、今回世界のバンドといろいろやる中で、はいはいはい、やっぱり今の日本の、はい、におけること、はい、さっき言ったやっぱり仙台のこととかあの東北のこと、はいはい、振り返ればあるから、うん、そうですね。だからやっぱりまだ
俺らはまだ今もやってる途中だけど、うん、その向こうその向こうずっと行かなあかんっていう、はいはい、やっぱ思い、うん、だから歌詞の中にずっと続きの続きを続きの続きの続きをってずっと歌ったりするのね、まだまだ行くんだって、ウォーキングアゲン、シンギングアゲンってずっと繰り返すんやけど、グッときますわほんま。いやこれはね、かなりその新曲かなりちょっと期待できるかなという気がするんで、これはいつ発売ですか、直樹さん。ね、ざっくりやけど4月の最後ぐらい、ざっくり多分俺多分なんかそういう風には聞いてんだよ。4月の30日、あだからじゃあ最後の日だわな、4月の最後の日ね。そうですね、うん、あ4月30日発売、はい、はい、だからもう何、世界同時発売っていうことなのこれ。世界同時発売ですか、これちょっとかっこよく言ってしまえば、あ、世界一斉発売、あまあ同時一緒ないんだよ一緒ちゃうん今のまあまあ世界一斉発売らしいです。なんかそういった方がでかくも感じるな、まあね、一斉発売ね、はい、あの4カ国で、はい、4カ国で出ますんで、はい、ぜひこちらの方お願いします。お楽しみにということで、あいや、はい、でね、まあちょっとこう、うん、段取りっぽくちょっとなっちゃって申し訳ないんですけど、はい、あれです、あの SA にも、はい、また今年もお願いしますけどもあれですね、マーベルキッチン、はい、もう間もなく開催ですな、はい、5月4日なんですけど、はい、今日一応第2弾を5月4日、はい、MC リキッドで第2弾を発表したので、はい、ちょっとその宣伝も、はいはい、どうぞどうぞ、はい、一応今年ですね、今日発表したのも合わせてこんな感じです。ザ・ボヘミアンズ、ドーズ、はい、ドレスコーズ、キングブラザーズ、キングブラザーズ、ザ・マックショー、モスキートスパイラル、カスンや、岡本ズ、オールディック・フォギー、オールディックね、ザ・プリズナー、プリズナー、そして SA、シズオバンド、スライト・スラッパーズ、はい、アンド・モアとなってます。あ、もうこれでじゃあ、あとまだあんねやろ、でもまああとね、まあボイラールームだから言いますけども、あとちょっとあります、ちょっとありますよね、はい、今回3組出しましたけど、それ以上はないです、3組以上の発表はないです、まあないっていうことね、はい、あとちょこっと、あります。楽しみですね、これ5月4日で一応な今日も発表したんですけど、うん、なかなかのリアクションをいただきまして、うん、まはい、ちょっと今年5周年で、ね、ちょっと12時半からスタートするんですけど、長い12時半から12時半から終わるのはいつも通り多分10時ぐらいで終わる、まあそうだな、だから、はい、出番1番目のやつからもうベロベロやろそうでよくあるねこういうの、そうそうなのでね、ちょっとこれぜひぜひ結構長丁場なんですけど結構面白い感じに、ねなかなかこのメンツっていうのもないと思うんですよ。いやー、うん、ないよな、でもな結構振り幅があるなとは思うんで、ね、そうなのでちょっとこれぜひ来ていただきたいなと思います。そうだね、はい、うん、楽しみなバンド多い、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますよ、はい、はい、で、あとは直樹さん何があるかな最近はあ、最近めっちゃ結婚してますね。え、何芸能人の結婚が目立つ、あれめっちゃ多いじゃないですか。いやあれびっくりした、南ちゃうわ、南じゃねえよ、坂井だ、坂井雅人、あー坂井と雅人さんと菅野美穂、もうあれやし、あとできちゃった結婚、中里依紗と、ちょっとでもね問題あるぞ、いや別れるんちゃう普通に考えたらあのさ、いやこんなことあれね、ちょっと俺もちょっと消せない言い方したらだって出会って速攻やでですね。でもほら出会って速攻ショットガンなんとかってやったろ、結婚された方もでも幸せになってる方もいるじゃないですか。いやせっかち最近おらんぞあっという間で、例えばたたそれだ、いやじゃあそれはほらあのなぜ MDSMA の人ちゃうわ、 MA 違う、何言ってんだよあのほらもうマナブ君とか、マナブ、ああまあまあまあおっさんだよね、まあまあまあ、あの時もいろいろありやん、早いな、ポンポンポン終わったのはすごいな、でもね、逆に、やっぱり勢いがないとさ、やっぱいけないかもしれないよね。ほら勢いのない俺はこうやって今年48歳にもなるこの俺は直樹さんでも一回も結婚考えたことないですか。なかった。一回もっすか。ないな。だからやっぱり結局付き合いが多分1年とか2年3年いくと、なんかね、なんかいろんな線引きをしながらもう見てんのよね。いると楽しいけど、その将来の絵はもう見えないっていうか、だから考えすぎてしまうってことですか。でまた俺が A 型の、わかりますか、ね、俺そういうやつやね、俺もそれ今言おうとしたんですね。直樹さんほら A 型やから俺なすげえ考えちゃう、細かいこと。そうやね。じゃあこれがこうなったらどうなる、俺だってレンタルビデオとか千何本借りたけど延滞したこと一回もないからね。それ何それ忘れてね俺光熱費の支払い一日もくれたことないからね。すげえなー、俺人生でそれ誇りに思ってんだよ誇りに思ってるちっちゃな誇りやなって今はい、でちょっと段取り行けっていう合図が出たんで、これいつも
一応前にこれね、あの音楽番組もう何回も言いますよ、はい、何回も言いますけど、これ音楽番組、ね、この黄色い、そう、これが物言うとるやん、そう、タワレコードが物言うとる、一応音楽番組なんで、うん、そのまあ音楽的なこう情報もね紹介しようということで、あのいつも紹介してるチャート、チャート、で今回は先週ですね、3月の18日から3月の24日まで、はい、そういう邦楽のアルバムチャートを、はい、紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。ドーン、はい、1位サカナクション、サカナクション知ってますか？知ってます。もう CM ガンガンじゃないですか。すごいっすよ、サカナクションで。2位がワンオクロ、あ、違う、違うやん、ボーイ、ボーイス、ちゅうかさ、これ名前出すの？そう、まあ、ちゅうか、こんなこと言ったんかね、ごめんなさい、これは、これは一応ファン投票によるベストアルバム。うん、じゃあ次どんなの出すんやろね。1位はちなみにクラウディーハードが1位。どんな曲やったっけ？笑いが歪む伝わらんな、伝わらんわ今のクラウディーハート、ああ、ああ、これがまあ入ってる、まあ、まあこれですよ。で3位がワンオクロックしてますか？これワンオクロックじゃなかったんだ。ワンオクロックですよ。ああそうかいな、ワンオクロック。これあのタイトルなんて言うと思いますか？ちょっと待って、人生かける僕はあのこれてか言うてますけど、これ、ますけど、これ人生かけて僕はっていう状態で、そういうさ、さあ次女子高生やないねんから。で、これ、そうそう、これね、4位ね、これなんじゃと思うんですよ、この、あ、良い音楽ここにあります、その3っていうのなんですけど、はい、これあの、オムニバスっていうか、これコンピなんですけど、これインディーズのコンピが、これ4位入ってきたんですよ、はい、これね、あの、グッドモーニングアメリカっていうバンドがありますよ。グッドモーニングアメリカっていうのが、はい、そのバンドが作ってるコンピなんですけど、それであのインディーズのバンドがいっぱい入ってるんですけど、はい、これがね4位に入ってきてるっていうのがね結構驚異的なんです。あ、そう、だってその下ね、もうすごいね、ずらーっと見ると結構なメンツじゃないですか、うん、これでも4位入ってきてるんですよね。結構だから今こうあの若手のインディーズバンドが結構元気あるんですよ。日本の？日本です、日本。アメリカの？アメリカじゃない。あ、いや、じゃあ言うてたよ今、アメリカのグッドモーニング。あ、じゃあ、いや、グッドモーニングアメリカっていうバンド名です。なんやおい。それ日本人。日本人。あ、そうなんかやな。日本人ですよ。あ、そう。そう、グッドモーニングアメリカっていう。ややこしかった。っていう日本のコーラのバンドです。ほんと、今すぐやった俺。だってすぐで分かれかった。あ、そうなんや。そうそう、それが4位。ほんで5位。シュガーボーイズ。これ知ってます、あのこれはキンブラの、そうです、マーベリックにも来てもらいますけど、ね、キングブラザーズ別のあれなんで、ね、はい、うん、やってるシュガーボーイズで6位、これガーネットクロウ、わからん、ガーネットクロウっていうね、うん、あの人ですよ、俺も出てくるんで今それまあいいか、じゃあ行こう次で次はカラフィナ、こうしてます。何ですかこのテスト、これ全然わかんないよ。これはなんかね、あの女性コーラスグループです。あ、そう、なんかこうアニメとかの主題歌とかやってるグループなんですね。おうおう、でこう来ましたね、こういうのな。で、あの8位 DJ カオリー、そうそう、よく CM 出てる、そうそうそう、うん、DJ カオリー、ケオリーね。で9位、これあのリュリュっていう、これもインディーズのバンドです。あ、バンドなんだ。このバンドジュジュとかそういうのは何関係ない、ジュジュとか全然関係ない、これジュジュとかそういうのも関係ない、ジュジュ、じゃあジョジョ、何で何でリュリュ、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 リュリュで10位、はい、ビッグマン、おーい、君を思うゆえに我あり、これ一応先週なんで、はい、まあ、はいはいはい、ビッグママが出たのはその前の週なんで、まあ、今10位ですけど、まあ、一応でも、まあ、週変わってもまだ10位で、2週にわたりでこう、はい、あのちゃんとチャート10に入ってるってことで、トップ10に入ってる、チャート10ってトップ10ね、トップ10に入ってるわけだ、大したもんやないかい、そうですっていう感じです、はい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 。そしてうん、そう、あとねちょっと段取りをちょっと言ったんですけど、おいよ段取り、今回もですね、これはユーストリームなので、皆さんからのツイッターでのどんどんこうツイートをお待ちしております。はい、ツイートをしたときにね、最後はこのハッシュタグシャープバーボイラー、これをつけてどん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 ツイートしてください。お待ちしてます、お待ちしてます、よろしくね、はい、というわけで Q カット行ってください、どうぞ。 OK、 おーマスクだ、フジロックで待ってるぜ、ボイラールーム。はい、というわけでしてね、なんか遠いな、遠いな、遠いですね。それではですね、ナオクさん、国広ちゃん遠いね、遠いね。今日もじゃあ今日先ほどの、はい、
ちょっと待ってくださいね。チャートに入ってた。ちょっとね、ここの辺をちょっと。あ、いろいろ片付けるよ、片付けるよ。はい、片付けますのでね。はい、片付けるよ。ちょっと待ってください。はいよー。はい。バタバタですよ。はい。というわけで、すいません。じゃあ、一組目の本日のゲスト。はいよ、お呼びしましょう。お呼びします。ビッグママから、金井正人さん、宮戸イブさん、柿沼博也さんです。どうぞお好きに、俺の横が好きなら俺の横に来いよ。俺の横でよければ。じゃあ皆さん、じゃあとりあえずは座ったら、マイクの方をお願いいたしますね。スイッチがついてるやつはなんかスイッチ入れてね。はい。OK ですか？じゃあとりあえずは、はい、まずは乾杯を先にします。はい。そうですね。はい。では、はじめましてですよね。そうですね。はい。OK、じゃあ今日はよろしくお願いします。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 はい。じゃあちょっと早速ですけれども、はい、自己紹介を。そうですね。お願いします。金井さんから、はい、ビッグママギターボーカル金井正人です。よろしくお願いします。ギターの柿沼と申します。よろしくお願いします。お願いします。ドラムのリアドです。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、はい。で、ちょっともうね、いつもね、直樹さん。俺はいつもね、ゲストの方にね、お土産もらってるけど、いつもスルーしてもらうな、いつもな。今日は最初に聞いとこうと思う。今日のお土産を持ってきてないの。もうビールにぴったりなの。はい。オーケーですね。はい。なんでしょう。ぜひ開けてみてください。じゃあ、これが、なんでしょうかね。はい。ビールにぴったりな、マカロンとかそんなんないよ。ちょっと開けますね。ビールにぴったりないちご大福。微妙にぴったりじゃないですか、これ。いちご大福。ビールにぴったりな。ありがとうございます。ちょっと、でも、超うまそうよ。これはどこのどういうやつな？八の屋さんの。八の屋。八の屋さん。下北沢。あ、これ有名。僕らの中では。いちご大福にちょっとハマってまして。何？なんかさ、知らないですか、この人。俺、ほら、スイーツ男子じゃないもん。スイーツ男子？いや、全然知らなかったわ。これリアドが大好きで、ハマってまして、いちご大福に。ほんと？はい、ぜひビールのスイーツ男子。スイーツ男子です。男子、はい、こう見えてこう見えて、はい、こう見えてちょっと。それでいつもね、いただいても僕らもう何も触れずいつもスルーするんで。そうだもんね。食べましょう。ぜひこれ行こう。ぜひいただいてください。じゃあ僕もいただきます。じゃあちょっとみんなで回そうか、これな。すごい、すごい、すごい。僕でもいちご大福なんか食うの初めてかもしれないです、人生で。いや、だって食ったことあります、いちご大福。そうそう。じゃあ、兵庫県の人食わんな、こういうの。食べないでしょ。兵庫県、俺も食ったことないね。でしょ。俺も食べたことないなと思って。兵庫県一緒にしたらあかんけどさ、全員のこと。でも俺、年取ったら、もう年取ってんねんけど結構こういうの好きになったよ、最近。甘いもんが好きになったの。なった。あとやっぱスポーツクラブ行ってるから、やっぱり甘いものが欲しくなるね。糖分。ほう。じゃあちょっといただきますね。私もこんな服どうですか、この絵面。汚いか。俺は。いや、これ男5人でいちご大福食ってていいんですかね、これ。世の中的に。うまいね。うまい。初めて食ったけど。初めて食ったけど、うまい。美味しいです。なんや、ほんまに入ってるの自分処理な。本当はコンビニの安いやつが好きなんですよ。はいはいはい、はい、安くて、あんこが甘くて、いちごがもう酸っぱくて、はいはい、でその安い味がすごいハマったんですよ。今日はなんかスタッフの方が見栄を張って、いいやつ買って、ありがとうございます。いいやつ買ってきていただいて。やべ、タワーレコードやし。そうですね。一応な、さすがに100円のじゃまずいんで、今日はいいやつを持ってきて。でも美味しいです。ありがとう。だってさ、中にはピーズとかいうバンドなんでさ、普通にうまかぼうとかそんなんで終わらせたやつもいるからな。ふがしで終わらせたやつらもいるからな。ありがとうね、ほんと。どうぞ。喋っとき、俺今来てから。OK。じゃあね、今日ほんま初めてで、ほんとに会うことはなかったかな。はい。はい。ほんとに、だってよく下北沢あたりにいるの。そうですね、いつもいますけど。会社もあるし。はい。八王子っていうのも通い？八王子は、昔よくライブハウスでライブをしてたんですけど、最近は八王子でやることもなく、住んでたこともないので、今はもうずっと下北沢にいることが多いですね。マジで？はい。駅も変わっちゃったけど、あんな風に。びっくりしましたね、本当に。駅も
の行かれました、ね、もう、はい、迷子になりました。今のとこ、ね、あの2回使って2回迷子になりました。あ、迷子ですか、はい、でも分かりづらいですよね。ちょっと、まあ、やれるんですけど、そらな、そのうちな、そうですね、おうおう、じゃあみんな下北おんねや。そうですね。じゃあ今後もあったら、はいはい、ぜひぜひ、なんかリアドの顔見たらはぁ、ぜひ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 お願いします。で、まぁ、今回ですね、あのビッグママになぜ来ていただいたかって言ってます。おぉ、ニューアルバム、はい、あの先ほども紹介しましたけども、3月13日ですね、君を思うゆえに我あり、こちらのアルバムがリリースされました。はい、それと、はい、チャート入っとるっちゅうね。同時発売でこちらですね、はい、母子手帳の2012、この DVD も同時発売されました。同時発売、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはですね、あ、そうそう、それとあとあれです、あのちょっとタワーの、うん、オリジナル特典の紹介してもらうと、はいはいはい、こちらのですね、アルバムを買われた方にはですね、今あの、先着なんですけども、うん、ステッカーシートの、はいはいはい、特典です。で、あとはこの CD と DVD を同時で買われた方、はい、こちらの方には、先着でコインケースが、なるほど、もらえるという感じになります。会長、一応あの俺も母子手帳持ってきたんやけど、ほら、あそう、すげえガチマイ母子手帳っていうの今日あの合わせて持ってきてみたいけど、ちょっとレアな、すごい昭和40年ね、昭和40年自分のあれちょっと中の写真切りすんなよ、それに説明写真がすごい、ちょっと触れといてや。わ、これやばいな、これやばいっすね。いや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 、シャーミーさんとそれ次のゲストのネタやって、ね、ちょっと隠しといて隠しといて、ね、そうそうそう、それ次のゲストのネタやって、あ、ごめん俺雑やった、返して返して、金井君返して。おおお、マジで、85年何月、5月、10月、はい、それ聞いてどないやってん、話してん話やけど、いやいやいや、ちょうど今そうやね、だからこのツアーやってる時ぐらいに、うん、ああですよね、生まれてはるっつ。え、その時直樹さん何歳ですか。だから二、ね、十歳になる年。あ、俺はあの昭和40年生まれやから、あ、ほいでだからさ、こうやって俺なんか見るいや俺ね、意外とデブなんよ、びっくりしたんだよね、3660何個で生まれてて、すごい大きいですね。ほいでなんか脅威とかもみんな書いてあるんだよな、このリアド君のこの興味のなさ。いや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 、すいませんね、そんなことないです、すいませんもうみんななんて言うっていいかわかんないもん、これ探されるけど、一応日本農園のあれも受けてるっていう箱とかも全部あるんだけど自分らでも自分らの母子手帳的なちゃんと見たことないこれ、そもそもこれはタイトルで、うん、なぜこういうタイトルいや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 母子手帳っていう、うん、はいはいはい、あ、はいはい、そうやね、自分にとって曲は子供だもんね、うんうん、はい、はい、ああなるほどこれしか出てこなかったリアル母子手帳を持ってきたこの俺やけど、はい、マイクついちゃってるはいはい、大丈夫今までちょっと金井君はエアーでしたエアーで喋っております、はい失礼しました、いい話いっぱいしたのでな残念はい、こういうタイトルです、母子手帳です、はい、母子手帳でございますはい、で恥ずかしい、これとあとアルバムですよ、はい、そうそうそう、これとあの5枚目5枚目です、ね、のフルアルバムですね、はい、これ今回、あ、直樹さんも聞かれましたけども、落ちっすよ、どういう感じでただね、俺あのその母子手帳、はい、まあ、自分の母子手帳はもう触れないから、はい、これちゃんと頭からしっかり見させてもらって、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、いい、すごい、なんか用は取れてんだよ、まず絵もすごいけど、ほんでこれはさっき言ったけど、あのメンバーの成長がすっごい分かってて、はいはい、そうですね、見ててすっごいなんかね、ちょっとみんなの顔が変わっていくね、はい、うん、ええー、ねん、だって最初の頃って何歳ぐらい19、20歳ですね、あ、はい、で今が27です、あ、はい、でも部屋でも27ですよね、いやでももうなんかすごい、やっぱりあの2010年ぐらいからの顔ってもう違うね、どんな顔してますか、
いや、ええよってことですよ。やばいじゃん、すごいんだよ、なんかライブシーンも多いじゃん、これ。そうですね、ライブ映像も多くて、はいはい、なんだろうね、やっぱりこう、もうその出てこへんやん、佇まいとかね、もうやっぱりくっつしてんだよ。やっぱりほんで、一番最初の1曲目なんかメンバーも違ったりとか。そうですね、ね、あの時、ほんで、2曲目から今のメンバーになるんですね。そうですね、聞いてたらさ、どんどん、ほんで、最初なんて全部英語やったよね。そうです、そうです、そうですね、はい、タイミングどうやったの、こう、日本語に変わるとか。いや、なんか、1年、2年じゃなくて、5年、10年、15年、20年音楽やってたいなと思ったら、なんか、自分たちをこう勝手に縛ってるような気がして、英語でやり続けるっていうことはね、はい、なので今はすごくフラットに、思いついたら何語でやるかこの先分かんないし。そうだもんね、違う、その海外からオファーが来たら海外の言葉を勉強するだろうし。リアドは何語なの？俺も日本語なんですよ。日本語だけ喋れる。リアドってどこの人？俺親父がエジプト出身なんですけど。ああ、そんな感じ。そんな感じ、はい、そうなんです。いや、かっこいいもんね、顔。でも生まれも育ちも日本なんで、言葉は、まあ、英語は少しは分かるんですけど、でも日本語が、はい、でも本当にじゃあ3人は思いっきり同級生で、はい、そうですね、そうです、高校が同じ高校、同じ高校で同じ学年で、はい、なんだろう、同じクラスだね。最初はだからその、あれでしょ、金井さんが、はい、そのリアドさんにこう、はい、まあ、名前だけ、まあ、見たときにもうあの興味持ったっていう、入学式の名簿にリアドって書いてあったら、うん、とりあえずちょっと気になるっていうか、それは気になる。どうしても見に行きたくなって、はいはい、うん、で、そうですね、あの見たらこう、はい、当時はロングヘアで、はいはいはい、で、はい、ロングヘア、まあ、ちょっと長かった、ね、髪長かった、髪が長くてで、あからさまにかっこいいんですよ、はいはいはい、かっこいい友達作っとくとなんか得しそうじゃないですか。で、声かけてみようと思って、はい、で、一緒にこう、なんだろうな、友達としてこう、うん、はい、あの文化祭でこう、はい、バンドが演奏しているのを見に行った時に、はい、あの今でも活躍されてるトータルファットっていうバンドのメンバーが、はいはい、あの学校の先輩でライブをしてるのを見てて、はい、で、それがきっかけで楽器始めようよって言って、うん、あ、もうその時以来それがきっかけで始めようか、はい、いうことになった、はい、で、2年生になった時に、うん、あの僕と柿沼が同じクラスになったんですね、うん、で、あのギターが上手な人がいて、うん、あ、ちょっと一緒にバンドやろうよって、うん、そうですね、でも最初来た時、うん、あのそのクラスの外からリアドと、うん、あのその時のカナイともう一人が来て、うん、まあ怖い3人組だったんですよ。で、僕絶対ボコられるなって本当に、あ、終わった、高校終わったと思ったんですけど、マジでマジで思いました、ね、絡まれたと思った、絡まれたと思ったんですよ。で、そしたらもう入らないかって話して、そうなんですよね。じゃあその最初は結局、まあその、はい、ね、あのトータルバットがいたっていうのもありますけども、はい、まあまあ、いわゆるそういう、まあ、パンクというか、はい、メロディックパンクの方からこう入っていった感じ、はい、で、そう、だからね、僕もね、最初ね、あれなんですよ、ね、ビッグママの最初の音源の頃とかは結構ね、まあ言ったら、まあ、そっち寄りというか、ですよね、で、こう、どん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 この音楽性が変化していったじゃないですか、はい、これ、まあ、変わってきたのって、なんかどういうこう感じというか、なんだろう、いろんなことが技術的にできるようになってきたっていうのもあるし、はいはい、それこそ最初の話ですけど、5年、10年音楽ずっと続けていたいと思ったら、はいはいはい、僕らの場合はこう、なんだろう、半分の自分たちらしさと残り半分のその時々のこう自分たちなりの流行とか好きな音楽とかって、はい、まあいろいろ、なんだろうな、循環させていった方が長くバンドを楽しめるんじゃないかなと思って、はいはい、で、それが、なんだろう、このアルバム5枚でもそれぞれにこう色があって方向性があると思うし、曲とかっていうのは誰出すの、こうやって。基本的には僕や柿沼がアイデアを持ってきて、で、この3人でこうセッションして骨組みを固めて、で、それに後の2人がこう味付けをしていくという感じですね。バイオリンの女の子ね、はい、ね、バイオリンがいるっていうのもね、なかなか携帯的にない、ね、もうでもそれは最初からいますもんね。そうです ね、はい、最初はバイオリンの男の子やったの。はい、そうですね、最初は男の子そう、見たらそうやね、一番最初は、はい、うわ、ほんと次からそうやって、でもやっぱり絶対抜けたけど、うん、抜けたけどやっぱりバイオリンはいるという、はい、絶対的前提があったんや、このバンドは。そうですね、その時はそう思って、そのバイオリンの子が就職活動でメンバー抜けちゃうっていう時に、あ、じゃあ代わりの人探さなきゃみたいなことをすごくなんかシンプルに考えて、で、神戸のライブハウスの店員さんで、私バイオリン弾けるんですって言った女の子がいたのを覚えてて、試しに連絡取ってみたら、そのまま東京にこう
釣れたあアルファじゃ神戸の子なんや。そうですね、はい、一気に親近感湧いてきましたね。おお俺らも隣町の女やないか。女やないか。女子やないか。間違ってないですよね。そうなんだよおい、はい、このチンチンは何ですか。でしょうか。あ、次に行けという、はい、じゃあですね、ちょっとあの進行上ですね、ちょっと次に進まなきゃいけない、ね、ちょっとここでですね、はい、あのミュージックビデオの方、うん、ちょっと皆さんにご覧いただきます、ね、ちょっとあの金井さんの方からあの曲紹介を。はい、ではアルバムのタイトル曲のミュージックビデオです。ビッグママで君を思うゆえに我あり、ご覧ください、でミュージックビデオを見ていただきましたね。ちょっとここでツイッターの方ね、今ちょっと結構ガンガン来てるんで、はい、紹介したいと思うんですけども、さすが人気あるよね、ガンガン来てるって、ありがとうございます。このミュージックビデオ何回見ても泣ける、本当にこの3人が音楽の道に就職してくれてよかったな、うんうん、あ、でもね、このミュージックビデオ毎回累戦やられるから、おあのいかんとかやっぱこう本当泣いちゃう、このミュージックビデオとかすごい、そのこの曲のミュージックビデオに関してはすごいなんか皆さんこう泣くというか感動されてる方が多いですね。久々に王子見たって来てますけど、王子とはどなたですか。何ですか王子って。王子はハンカチの王子があるけど、あ王子はあの柿沼さんが、はい、王子なんですね。王子さん、そうですね、はい、あ、そうですね、はい、何今受け入れてしまった盛り上げんやろ結構悪くないかなと王子と呼ばれるのは悪くないなと。でもあのリアリアドかっこいい、金井さん細いその後に来るとなんかちょっと直樹は、直樹はね、直樹は、直樹はね、全く来てないですね。はい、するかいするぞだよあ、でも金井さんマイク入ってないっていうのも、あ、ほんとすいませんでしたいや、でも一生懸命喋ってたんですよ。はい、ですね、はい、はい、そうそうそう、口元で読み取るって話やな。はい、ね、独身術ちょっとそうそうはい、金井さんのアップのシーンがね、あの涙止まらんのよ、これあのミュージックビデオの。ああ、なるほどね。じゃあ今日 もうこの後 もう俺とか国広映さんでええで、もう汚いから。そうですよ、もうもうここだけ抜いていやいやいや抜いて抜いてはい、そう、寂しいこと言わないちょっとやらしいな、今の抜いて抜いてってのはやらしかったねそんなバンドちゃうねんぞ、ビッグママそんなバンドちゃうんやはい、でね、いや、いいっすね
でね、今回これ、まあ、アルバム、出されて、はい、今ね、あれなんですけど、ビッグママのね、ホームページの方で、はい、ファンの方からだから、このアルバムの、レビュー、はい、みたいなのを、はい、募集して、はい、いろいろこう、受け付けてらっしゃるらしいんですけど、はい、どんな感じですか、今。それは、僕の発信で、はい、これまたなんでそういうことアルバム、この先、もっともっとたくさん作っていきたい、はい、と思ったし、はい、積み重ねていきたいと思った時にこのアルバムがどんなアルバムだったのか、はい、こう僕らが思ってるだけじゃなくて聴、うん、いてくれるファンの方がどんなアルバムだったっていう風にこう、はい、どういう風に思ってくれたんだろうっていうレビューを、はい、なんかバンドの中でこう思い出として記録しておきたいなと思って、はいはい、でそれで要はこのアルバムがどんなアルバムだったか教えてほしいんだっていうのを聴、はい、いてくれた人の声が一番リアルじゃないですか、うんはい、でそれがなんだろう別にあんまいまいちとか、はいはいはい、すごくいいとか何でもいいんですけど、うん、そういうのも含めてこうなんだろうなリアルな声として残しておいて自分たちが次に進んでいくときにそれをどう糧にするのか、はいはい、どう気にしないのか分かんないですけど、うんうんまあ、そうだね、うんうん、結構じゃあ読んだり全部してるのはいまだ全ては読めてないんですけど、うん、これからいただいたものをこう、うん、まとめて自分たちで取っておけつつ、はいはい、こうそれも見てもらえるように、うん、あなるほどね今準備したんで、うんはい、公開もできるみたいな感じで、はい、それをね、あまあでも、そうですね、まあ、僕はちょっとあれですけど、うん、やってる側としてはね、やっぱその、うんうん、ね、この自分を聞いて、どういう解釈してくれるのかとか、手応えみたいなこととかね、まるまる分かるっていうのはね、やっぱり次には繋がるよ、やっぱり、はいうん、でもそのヒントがやっぱりこういう、タワーレコードさんとかって、手書きでポップ書いてくれるじゃないですか、はい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 、あれってすごい嬉しいんですよ、すごい嬉しいし、わざわざこう、なんだろうな発売日にお店回りたくなる理由って結構僕そこにあって、あこのアルバムってこういう風に書いてくれたんだとか、はい、おすすめ曲この曲選んでくれたんだよ本当みたいなことを思うこともあるし、それって人によってすごく違うじゃないですか、はい、っていうのをなんか別になんだろうなもう一人で作ってるものじゃないというか投げかける方がいて作ってるものでもあるとも思ってるから、できるだけ自分でこう受け入れていたいなというか、はい、そういう気持ちで今はやってます。はい、でもなんか僕別にミュージシャンじゃないですけど、うん、おっしゃってることはすごいわかりますよね、うん、だからやっぱりね僕らまあ店員もそうですけど、うん、やっぱねこう嘘は書かないんでそうね、うんうん、なんか別に適当な、うん、適当なことを書く人もいますよ、うん、アーティストによってはすげえ怖い顔してる人めっちゃ怖いなぶっちゃけぶっちゃけねぶっちゃけですよでも、うん、やっぱそうじゃない部分もやっぱりあるし、うんそうだねうん、それこそね本当に自分がこの好きなバンドとかの話は本当に思い入れ持ってみんな書いてやってるんで、うん ね、そういうのはね、なんかすげえわかるな。でも、ナオキさんも結構ね、うん、そういうお店とか回られたりとか、そのお店の他のポップ見たりとか、はいはい、ポップとかね、うん、それ見るよ、うん、やっぱなんかやっぱりそういうので、やっぱりちょっとこう、あって思うこともありますか。あーとりあえずはなかったけど、今とかなかったんかい違う、もうちょっと大きくせえよとか欲のことばかりかかりますからちっちゃいよおめえとかでだから同時集まりで誰がいるのが大きいよなありますね、そういうことね、はい、そうそうそうで、そうです、で、まあね、そういうこともやりながらですねアルバム出ました、DVD、あ、すみません出ました、で、ツアーがはい始まります。こちらがスケジュールになってますね、4月の28日 の、 石川県金沢エイトホールを皮切りに、まあ、東京で言います と、5月の12日ですね、ZEP 東京、はい、あります。で5月は、でこのツアーが一応バーっていったら 6月の15日ですね、東京は東京ドームシティホール、はい、ここでやります。で次の日がこれまた追加でやるんですけど、これは、はい、ちょっとスペシャルな感じの はい、何のタイミングか、はい、父の日が、はい、その追加公演の日に当たってしまって、はいはい、バンド名常々変えるかどうしようかずっと迷ってたんですけどビッグパパの日これ、はい、この日は変えていいというお許しがうちのチーフマネージャーから出たんで、なるほど、改名公演ということで、まさにこの日はこの日はじゃあもうこの日だけのちょっと内容になりそうな、とりあえず1曲目始まったらうちの親父が歌ってるとかそういうことは多分ないと思うんですけど、あ、ない、はい、なんか言うたるよ今滑ってんな、滑ってんな、滑ったな、お前そういう逆やからなの今じゃないよもらえないそうですね、フォローするべきでしたね、はい、すいません、いや、本人が自覚してない場合まだ大丈夫あ、でもね、はい、ないもん、なんか、でもこれ父の日って何あげるんでしたっけ。
父の日なんかほらあの母の日はのカーネーションカーネーションベタない、はい、あれはね、うん、あの父の日って何でしたっけ俺現金あげてるいつも生々しいですね、まあまあまあ、定番、まあ、定番渡せるよめっちゃ喜ぶねやばいそれが一番やねんなえあの父の日って何やるんですかえ基本 何あげてる白いカーネーション女子の意見から言うとえあの皆さん、そういうこうね、はい、あの母の日、父の日とかって何かされてますか？なんかこの年になってあげるようにはなりましたけどね、ああそうですね何かしら、はい、かぶせろかぶせろか…定番や、今から定番っすよ、とか先輩、先輩厳しいなごめんなさい、すいません、真面目かレベル高い金額今増やしていくところでしたよね俺定番や勉強になりますねえでも、はい、ねえこれでもツアー終わってねその次の日はこのまたとスペシャルな内容のライブもあったりとかいやでも本当でも、はい、人気あるよこのバンド何言ってる俺本当あの映像とかライブシーン見ててもやっぱすごいなんだろうねあったかい気持ちになるっていうかさ、うん、いいよこのバンド、うんうん、ありがとうダメねそれ一言すごいあるなでもこの3人先もちょっと戻すけどリーダーとかっておんのまあ、一応リアードあ、はい、リアードが一番喧嘩強いとかそうですねリアードだってすげえいい体してるよねちょっと鍛えてあのなんかねプロモーションビデオの中でもめっちゃいい体してるねああ本当に好きっていう感じのぐらいいい感じよくそうですね男の人にかっこいいって言われるよね絶対女にはなかなかでね、 そのねこれからね、うん、まああの長いツアーがまた始まりますよあそうやねうんでまあとりあえずね、うん、まあほんでまあアルバムもまあ出ました、DVD 出ました、はい、まあじゃあちょっとこれからまだツアーもあるし、うん、まあちょっと気になることとかね、そうやね、多分ね、きっとあるはずなんです、はいはい、うん、きっとね、あのね、昔からの仲間かもしれんけど、はい、まだ隠してることもあるかもしれん、はい、それをね、うん、またこれあのいつもの、はい、やりますか、人気コーナーですよ、人気コーナー、この番組の、あの、あかつきさんの手相コーナーで、手相、ちょっと、かなえさんをちょっとぐるぐる、あの、えぐりたいと思います、えぐろかー、あかつきさん、どうぞお願いします。はい、よろしくお願いします。あのさっき滑ってるんでここで取り返したいです。はい。じゃあペンは。ペンはそこありますね。ありますね。はい。これすごいね。なんかおおマジで。前回もハスキングビーの一村がやってちょっと変態だと思います。えらいこと言われるからな、これ、うん、花井もかなり変態の線が出るんじゃないですかね、これそうね、なんか結構 ね爽やか路線で言ってるけどね、実は、実は今これ出ちゃうんじゃないですか、手に内に隠れてるやつがね隠せないな、隠せない俺隠せないやつが、うん、手数は嘘つかんからな、これそうですね、うん、ドキドキやで、ね赤月先生はね、ものすごいはっきり言うから赤月先生、それあります僕先生に逆らうと楽しみだ楽しみだね形的にはですねおーなんか象徴的な線ありますかいいですね、はい、いいですねおおいいですねおおですね、まあこんな感じですね、まあまずですね、はい、あのベースとしてはすごくいい線です、はい、形としては、ね、まあ、あのマスカケ線の派生形みたいな感じにはなってるんで、あの、まあ、完璧ではないですけどね、はい、で、まあ、どういう感じかと言いますとですね、マスカケオ的な、もうちょっと、あ、そっちはね、後半でね、はい、まずね、奉仕の精神というか、はい、まあ、これまあ音楽やってる、うん、まあ何人しろね、まあ、芸能活動やってる方っていうのは重要になってくるかなと。で、まあよく、でもこれも最近言われてるんですけど、二丁目に多いとかね、二丁目にまあ相手を思いやる力があるっていうね、はいはい、ちょっと難しい話ですね、それ。そうですね、はい、で、まあ気持ち的にはですね、なんていうのかな、こう
表現するのはすごい得意なんですが、はい、今ねやっぱもうちょっと入れる力って、ね、入れる力入れる力たなまあ分かりやすく言うとですね大丈夫です顔赤くないですか大丈夫ですかちょっとねかなり飲んじゃったんでねですねまあ結論から言うともっといろんなことに触れて、はい、自分を表現しすぎるとですね、はい、こう自分の中のものが抜けてしまうので、はい、ただその意志はものすごく強いんですよ、はい、うん、なんでその意志に耐えるだけのものをもっともっと入れていくといいかなと。ただちょっと凝り性なところがあるので、はい、うん、それがいい意味で回転すると大きくもっと飛躍するのかなと思いますね、はい、で、まあ、後半のねまあいつものやつですけども、はい、まあ、いつものやつどんなやつまあちょっとその前に一つ言うんであればやっぱりなんか先を見通す力がちょっと強いかなと思ったんですよね、はい、だからそうですね考えすぎちゃうとか、はい、逆にそれが音楽につながっていくのかななんて僕は思ったりするんですよね、はい、人のことだとか対人関係だとかね、うん、そういうのをやっぱり見る力がやっぱりあると思うんで、はい、それは素晴らしいことだなと。ありがとうございます、はい、でまあ後半の方ですけども、はい、男男まあまあね簡単に言うとまあ好き者ではあるあるよ。もうバッサリ急に来ましたよ。バッサリまあ分かりやすく言うとね、はい、やっぱりこうまあ先を見通すっていうのもあったけどやっぱりこう、はい、自分を演じるっていうか素直になりきれない自分っていう部分っていうのが、はい、多少あると思うんですよ、はい、それは、まあ、人それぞれあると思うんでそれはいいんですがやっぱりこのねその性欲というかね、はい、まあそういうことになってくるとまあやっぱりそこもやっぱり綺麗にいたいわけですよかっこよく、はいはいはい、だけど蓋を開けてみるとやっぱりこうねうん大丈夫ですまあ簡単に言うとね最後委ねるんですよみんな何とかして、まあ、モテ線がねちょっと出てるんでモテ線、いい話ですね、ちょっと伸び始めてるんでモテ線来てますか、あとちょっとね体もねすごくね今健康になりつつある状況なんですよ、はい、ということはいいですね、はい、すごくいいんで、はい、やっぱり男はね健康になってくると、はい、まあね あちらの方もまあなんていうんですかこうペログリ日記の方もねこんなゲスなコーナーですよねいやまあちょっとまあ冗談ですけども、はい、まあすごくね体調も良くなってくると思うんで音楽活動もねすごい、はい、活発にもうちょっとねすごいうんちょっとだんだん変わってくるんじゃないのかなっていうのは、はい、そういう意味でなんか多分きっかけというか見えてくるものが今ちょっと掴み始めてるのかなっていう大きな意思、うん、ざっくり言うと今年売れます？今おいくつでしたっけ27です。おお見えるんですね。そうなんですよ。静寂ですよ息を飲む瞬間ですねビッグママ今年売れるのか売れるのか息を飲む瞬間ですよ。そうですね。あ、20代後半はいいですね。32ぐらいまではいい反応が出てます。あと5年あと5年あと事務所さんそうだって32ぐらいまでやっぱりでも今は悪くないですね。悪くないですね。やっぱ30このアラサーの時期はですね、はい、やっぱいいですねミュージシャンとして。33が正念場だということが今分かりました。そうだね。でもね、ちょうどねいい感じになった時に調子に乗っちゃうかどうかやな。まあそうですね。足元見れるかどうかとかね。それちゃんと監視しときや。今日聞けてよかったです。それはよかった。ちょっとねまあ僕安心したのはまああんまり嘘つきたくないんで僕。はい。怖いな、まあ、あの目よかったんで。あ、まあそこはね、うん、もう年齢過ぎてたりとかするとちょっとねあれですけど、まあ、32、3ぐらいまでは、はい、ちょっと流れは来てるんで、まあ、あと手相っていうのはどんどん変わっていくものなんですよ。だからあくまでも今の状態から考えてそうだよっていう話なんで、うん、でどうですかまとまっちゃいましたか。はい。で、ちょっと最後聞きたいことまだあったらどうぞ。ああ私の宣伝かいいやでもこれさっきちらっと見させていただいたんですけど、うん、やばいですよ。やばいのこれ。ですね、うん、私ですねピア出版の方からですねこういうがっつり掘り込んだね今宣伝猫手相というですね本を出させていただきまして、はい、まあ猫の肉球の統計データを取りまして、はい、肉球で占うと
これっていうのは、はい、でもやっぱりどんだけ、ね、何匹見たのよ。一応ですね400匹近く見て400匹、うん、あの統計データを取りまして、うん、さらに、うん、まあ、人間の手相も中にあるので、うん、あの飼い主さんとの相性みたいなことも、猫と飼い主さんのコミュニケーションブック、はい、で猫飼ってない人も、うん、結構楽しめるように、はい、なってますんで。ちなみにこれ赤月先生、この本は売れるんですか？この本はね自分のこと占られるんですか、みたいな。そう売れちゃいますね。売れちゃいます。切り返したな、おいやるなさすがっていうことなんで、うん、今日ね、ビッグママさんの方にね、あ、 お近づきの、あれサインをしていただいてで、いや、これも番組プレゼントとして、あ、そうなんだ、はいはいはい、で、実は29日に発売なんで、まだ発売されてないんで、今月の29日に発売で、はい、なんで、はい、それ以降にちょっと、はい、送るという感じでちょっとよろしくお願いします。そうですね、猫の肉球占い決定版ってこれしか決定してないんじゃないかな。いや、もうこれしかないです。他この類ないよね。いや、ある、はい、なんか変なわけわかんないやつはあるんですけど、ちゃんとガチでやる。いや、ちなみに中の絵も僕全部描いてるんで。マジでちょっと挿絵も全部自分で描いてると。挿絵からというか漫画までちょっとね、あと猫の写真すごく多いんで、写真集としてもちょっと楽しめるかなという。ガッツリ、ガッツリ読書始まりますよ。ただ今ね、もう写してください。今絵描いてますっつって開いてるんですけど、写真しか見てないですよ。写真とこばっかり。絵飛ばしてますよね。ありがとうございました。お疲れさーん。赤月ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、まあ、えらい結果になりましたよ、また。でもね、この手相診断ずっと何ヶ月かやってきたけど、はい、みんなやっぱりこう、なんだろうね、こう元気、まあ、元気要はね、やっぱりあれじゃ、要はやっぱりミュージシャン入ってるやつが元気じゃないなんて。まあもちろんそうですね。ダメだからね。そうですよ、うん、元気もらわないと我々。そうだもんね、そうだもんね。はい、そうじゃ何もできないからね。はい、うん、というわけでですね。はい、というわけで、はい、というわけで、もう結構押してまいりましたので、はい、まずはですね、こちらにあるんですね。はい、君を思うゆえに我あり、最後こちらですね、母子手帳、はい、2006、2012、こちらの DVD、うん、絶賛発売中です。それとツアーが始まりますので、ぜひともですね、うん、お近くの方はどんどん押し寄せてください。まあ、いいですね、押し寄せて。いいですね。はい、というわけでここで一旦。ちょっと締めたけど。いったね、オッケー。後でまたね、ごちゃごちゃってやりますんで。ごちゃごちゃってやるからね。はい。ありがとうね、とりあえず。というわけで、ビッグママから、金井さん、柿沼さん、リアドさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そう、最後すいません、忘れた。最後もう一個曲振り。はい、じゃあミュージックビデオをもう一曲ご覧ください。ジェフェリー・キャンベルのスケートシューズで。はい、ビッグママでした。ありがとうございました。Looking up and feeling so happy, making it not be a dream. Would you like it to all today?
でしたね。楽しかったですね。あ、面白かった。面白かった。そんなイメージの多分バンドじゃないと思うんですよ。ちょっとね、あのね、なんかね、ちょっと重心を下に下げすぎましたよ。なんかいろんな会話が。そう、大丈夫ですかね。結局あっちに持って行ってたから、なんか、なんか変なことをツイッターやられちゃうで、これ。ね、あいつら、あいつらはね。あのゲスな関西人よ、言うて。そんなことさせんじゃねえよ、言うて。はい、またちょっとあのね、うん、後ほどちょっといろいろまた。はいはいはい、ありますんで、引き続き見てくださいね、はい、ビッグママのファンの方々もね。はい。でもほんまにね、でも、その手相おほんま人気ある、はいはい、ね、あれはやっぱあれよね、あれ結構ね、うん、見てる人もねちょっとこう、うん、あの見てもらいたいとかっていう人すげえ多いんで、うん、あ、そうだよね、そう、あれまあでも面白いです。で、そうでね、もうかなりねちょっとあの押してるんです。あ、押してます今日。はい、押してるんです。でちょっとねサクサクちょっとおー行こうか行きたいんですけども、時間調整や。あのいつもね、あの店舗のスタッフ紹介、うん、スタッフ紹介じゃない、タワレコの各店舗からのね紹介してるんですけど、うん、ちょっと今回はですねちょっと僕がちょっとのおすすめしたいバンドがいるので、国推しで、はい、それをちょっとね紹介したんですけども、はいはいはい、こちらですね、爆弾ジョニーというバンドがいるんです。これまた偉い名前やね、爆弾ジョニー。爆弾ジョニーさん、あのね、今結構まだね19歳とかなんですけど、そんな若いの？そうです、あの北海道のバンドで、で今全国ツアー中なんですけどね、はいはい、今日は、高松かな、高松でやってますけど、あのそうこの後ちょっと、登場してもらうんですけど、あの野呂さん、野呂さんが監督した映画赤い季節にもそのボーカル の, あの亮明君っていうのが出てるんですけど、はいはい、見ました、出ましたね、うん、その彼がやってるバンドなんですけど、これはね、うん、マジでやばいです。19っしょ、あのねボーカルね、うん、いやまあそのバンド自体もまあすごいいいバンドなんですけど、ーボーカルがね半端ないです。マジあのね、あの目力半端ないです。ああそう、うん、19であれはちょっとやばいです。国広ロックオンされた、そこすごかった。ほんでライブもすごいんですよ、うん、めちゃめちゃ、でそれで今ちょっとツアー中なんですけど、うん、今ねその会場限定でこの、の出してるものが、はい、うん、あの意味なしっていう、おうこの、まあ、のデモ CD ですね、うん、これはあの会場限定だけなんですけど、今ちょっとあの発売されてて、で東京は、3月28日に下北沢 の, のベースメントバーでワンバー、あそこでね、はいはいはい、うん、もうね結構売り切れそうですね。あマジで、うん、来てんのね、すごい来てる番組で、ちょっと今日はその爆弾ジョニーのミュージックビデオをぜひご覧いただきたい。そうタワレコの国推しで、はい、うん、じゃあちょっと見ていただきます、爆弾ジョニーで意味なし、どうぞ GO! なんかね、ああさっき言われたのスタジオ、
ビッグママ帰ってから、うん、あの視聴者数が急にガン減ってるんですよ。ちょっとさ、そういうのやめてくれるから、この2人のツーショットに切り替わった途端に、もうやめてって、すいません、あのビッグママのファンの皆様、うん、この後また登場しますので、でチャンネルはそのままで。でもそう、だから今まで引き続き見てる人やで、だってさ、今切られた人はもう分かれへんやん。お前、おいしいシーンが最後に待っとんねん。そう、最後あるからね。あるから。あの視聴者数今ぐんぐん減ってるんで。人気も引っ張るっちゅうね、こっちは。もうちょいお待ちください。ちょっとショック今の。マジショックだね。さあ、はいよ。ここからです。2組目のゲスト。そう、気を取り直していきましょうか。はい、行きましょう。うん、映画赤い季節から能野哲彦監督です。どうぞ。はいよ。なんやこれ、自分でセッティングして。どうぞどうぞ。3本もあるけど、お好きなマイクでどうぞ。じゃあこれ野野さん、これで。はい、よろしくお願いします。スイッチ大丈夫かな、これで。スイッチあるで、スイッチありました、ね、はいよー、はい、あ、オッケー、そうです。はい、野野さんに来ていただきましたよ。マイド。なんか変やで。ノーヤン、ノーヤン言うて思うた。まあね、うん、まあちょっとそのいろいろそこから広げる話はいっぱいあるんで、まずは最初にまずはね、この話を、今日はなぜ来ていただいたかを、はい、まず行くも、行こう行こう。今回ですね、あの野野さんがあの監督して、あの去年公開されました、はい、赤い季節、はい、これの DVD とブルーレイが、はい、先週3月20日に、はい、のリリースされました。はい、うん、これ直樹さんも映画ね見ました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 よ。結構残酷っすね。でもね、ストーリー、いやでもやっぱり野野さん、野野さんマイク使ってます。素人、今素人みたいになってますよ。マイクお願いしますよ。そうですよ、直樹さんもちょっと見てくれって、うん、ガッツリ見ましたよ。農園の農園の仕事ぶりを、ちょっとあの感想を言ってください。いや本当にもう残酷な切り口だと思うね。でもあれはそもそもはね、うん、そういう運命に翻弄されるっていうあれやねんけどね、うん、最後の最後でもうあれっすわ、ドンパチですわ。違う、あんまりストレートで全部いろんなこと言えないやんか。まあまあまあ、まだあれやからな、まあまあ、うん、そうですね、スピードあったよ、スピード、かつ最後、うん、うん、野野さん、でも今回、まあね、まあ一応まあ、あれですけど、これまあ映画、今回まあ撮られた、その理由っていうか、いや、撮りたいなと思って、うん、で、結局、そうね、まあ、こうね、こういうのどこまで話していいのかわかんないけど、そうやな、これでいけへんかな。ちょっと今ほんまもう頼ますわ、うん、まあでも、うん、あの撮りたいなと思ったところから始まって、でもちろん自分ができるなんて思ってないし、はい、誰かと一緒とか誰かと一緒にやろうと思ってたんだけど、うん、まあでも結局ね、いや今回は野さん やった方がいいです。あ、でも背中のそう背中押された感じもあんねや。そうそうそう、やりたいなったら農園がやった方がいいよ、野野さんがやった方がっていう感じだったんや。本当になんかいろいろ共同スタッフっていうか、いや、本当スタッフとかね、うん、みんなさんには助けられた。あ、今回はね、うん、うん、支えられたというか、うん、見ましたよ、だからあの最後のあれも、あのメイキングも見たし。あ、マジで見たよ、野さん、よーい、スタート言ってましたからね。言うてましたよ。いや、一応雰囲気は監督っぽかったよ。最初、わけわかんないもん。そうですよ、だってそういう現場って過去経験ないもん。自分はもろもろ出たこともないわけやし、その映画を撮影するその現場とかを結構見に行ったりとかはない。下調べも何にもなく、なんもない。嘘。お恐れ知らず。まあね、これ、まあ、まあ知らない方はあるんですけど、まあね、あの野野さんは普段はっていうか、あの音楽の事務所の、はい、音楽事務所のね、はい、社長なので、はい、全然まあいわゆるまあ別にね、この映画の人ではない方じゃないですか。そうね、うん、でもまあそれは野野さんにも僕は言いましたけど、うん、別に関係ないですが、野野さんが撮るんやったら、うん、それおもろいやろっていう、うん、まあほらね、こう知ってる人間としては、まあ野野さんが撮るんやったらそれはおもろいやろっていう。うん、感じじゃないですか。あ、どうぞ飲んでくださいよ。参拝してなかった。お疲れ様です。そうだからね、やっぱね、こう野野さんのなんかこう気持ちはすごい伝わるとか、見ててやっぱ知ってるし、それはすげえ。あ、でもね、知ってる人にはそれは本当に言われる。はい、あ、知ってるって、俺を知ってる人にはね、野野らしいな。というわけでちょっとまずね、ここでその赤い季節のトレーラーがあるんで。はい、
その動画をまず見てください。はい、どうぞお願いします。どうぞ。昔はいつ死んでもいいと思ってたから怖いもんなんて何もなかった。後戻りはしねえ。俺は俺でやってく。そんなに簡単に組織が抜けられると思ってんのか。両親死んで爆弾作ってか。お前さ、帰るとこあんの？乗れよ。赤い季節を抜けて。見てると昔の俺を思い出すよ。僕もさ、強くなれるかな。強くなんなくてもいいんじゃない。お前はお前のままで。知らない方がいいこともある。あんたのやり残したこと俺がやってやろうか。Hello, babyなのか。希望と絶望の狭間で生きる男たち。それでも守りたいものがあった。赤い季節。はい、というわけで見ていただきましたけども、でね、そのちょっとの先からね、そのまあ、2人の関係ですよ。はい、ね、こう大野さんと直樹さんとの関係性、ね、これはどういう関係なんですか。これはほんとね、俺がだからもう東京来てすぐの頃よ、85年。尼崎から出てきて、当時あのラフィンノーズに俺いて、インディ、特にまあその前もちょっとあったりするんやけど、最後インディーズで30本のね、全国1ヶ月半よ、そう、でも、そう、全く帰れない旅があった、その時にマネージャー野茂さんが、野茂やんがマネージャーやったよ。さあ、まだね。そんで、その時の今日は写真をさっき、ほら、ふいに俺母子手帳の間に挟んでて出てしまったけど、これがそれで分からんでしょ、これチャーミーと俺が打って、その後ろに裸の人がこれ歩いてんねんけど、これが農園の裸やでな。農園の顔写真が出てこへんかって探したんやけど、でも全然変わってないよ。体型も一緒やし、やっぱり白いのがまあお互い増えたぐらいで、全然一緒で。野々野さん、でもその時の直樹さんの印象でどうやったの。子供やな、当時の。だってまだ10代でしょ。子供っていうか、あれ、直樹いくつだっけ。僕今47、もうすぐ48。ね、ポンと俺はね、同い年なんだね。そうだね、だから、なんつーの、こう同い年の連中が、はいはい、なんかこうそうだもんね、わちゃわちゃしてる感じ。チャーミー、ポン、丸あたりはずっとノーヤンが同じ世代で、ちょっとだけ俺が下やったんよ。ほんで、その時の運転手やってたんが門池さんやしね。そう、大社長、大社長が。その6人って1ヶ月間ずっと一緒だった。すごいっすね、すごいメンバーですね、今思えば、ね、そうだよ、だから熊本でライブやったら門池さんの家に泊まったりとかもうそんなんよ、ほんとすごかったよ。でも俺らなんか立ち悪かったよね、あの、その類のまだ初めてそんなツアーやんのに、はいはい、あの、絶対あの、なんだろう、旅館は嫌とか、わがままばっかり言ってたよ俺ら。ツアー中絶対ホテルにせえやとかってダメなバンドも。そうそうそう、さすがにシングルは無理やったけど、ツインでずっと止まってて、超思い出だもん俺。でもそれでも、その当時とかって、でもその野々野さんと直樹さんがこう、まあね、まあ、一緒にあのいたのって、どれぐらいいたんですか、一緒に。その、まあ、ツアーもありましたけど、でもそのぐらいもね。ああ、それぐらいですね。濃密なその旅だけ。ああ、そうなんですね。マジで。へえ。でも、年齢的にもそんなね、だからそうそう、あの、それこそそんな変わらへんし。そんなには変わらへんからね。でもね、この前、映画でね、吉祥寺バウスで、バウスシアター上映があったの。で、バウスに久々行って、思い出したけど、バウスで、
ラフィン。やったね。ウィラード。ウィラードやったね。マスターベーション。マスターベーション出たね。すごいっすね。あったね、そのバンドでやったね、昔ね。で、マスターベーションドラムが達也、はいはい、その時な、うん、そうや、そうや、そうや。それ80… 85年3月。いや、覚えてますね。あれ、俺、林家ペーパーみたいなのやったやろ。すっと出ましたね、すぐ出ますよ、俺。本当に、そのぐらい印象深くて、俺、こんな旅は永遠にやると思ってなかったんよ。音楽家業っていうか。だから最初の会った頃って、日記のようにスケジュール帳に全部書き込んでた、俺。超A 型っすね、やっぱ。超A 型なんですけど。でももう本当に、ね、でもこんな風に30年近く続くと、全部捨ててもうたんよ。そう。でもやっぱり書くと覚えるんよ。書くっていう作業したから、覚えてて、いろんなことは。だってなんか俺前野野さんと喋ってた時に、直樹はカラオケうまいんだよって言ってました。相当うまいよ。ちょっと後でプレッシャーやこれ。いやでもね、うん、昔の記憶の方が残ってるね。ああ、そうですか。うん。見てもね。年取るともう無理だ。なんだよ。おじいちゃんになってるやん。メモリー少なくなるから。あ、メモリーがね。固有名詞が思えられる。でもこうやってね、でもそうやってもうそれからもう30年ぐらい経つわけでしょ、うん、まあまあそう30年近く経つですね、うん、でも今ねこうやってまた2人が並んでるっていうのもなんかすごい面白いなと思って、うん、いや俺もだからこうやってまた会えるっていうのは面白いな。まあね、うん、うん、まさかやもんな、なんだかんだでやってんもんな。そう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 、だから本当は、うん、ねえ、こっちもずっとそのスタッフという形で、はい、まあずっと音楽とかバンドに関わってはるから、はいはい、そうですね、はい、それでやっぱりそのままもう何回かこう現場で会えるから、うん、でお互い変わってない、あんまり変わってないから、はいはい、元気やらーで、はい、でそこあのね、社長のあの門池さんなんかにも、はい、直樹はハゲねーなーとかってずっと言われるよね。直樹はハゲねーなーとかね。頭一緒やからね、あの時とやってることが。そうなんよ、うん、去年だっけ、はい、うん、まああのラフィンじゃないけど、うん、ラフィンノーズの生き方ってなんかドキュメントがあって、はい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 、うん、あれとかあの見たのよ、この、うん、この前っていうか、うんうん、やっぱりキャツラすげえなとか思って、キャツラすげえなとキャツラすげえな。すごい。いやでも、あでもそうですよね、でも今ねこうやって、うん、まあ俺じゃあ俺から行くか、じゃあね今こう、うん、いろんなバンドいっぱい行ったりとかして、まあ、それこそ配信とかも出てきたわけじゃないですか、うん、まあ、配信だろうね、なんだろうって、ね、CD 売れへんとか、ね、うんうん、言われて、うん、まあでもまあ僕らは、まあ、別に CD 屋 やからやってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱこのパッケージってすごい大事にしてるよね、にしてるし、ね、うんうん、やっぱそれが伝わると思ってるんですけど、うんうん、野呂さんのこうね、そういうまあこう音楽事務所というかこうアーティストマネジメントをしている立場から考えて、そこら辺ってどう思われますか、今の状況。きっとだから、うん、うん、俺ね配信嫌いなの、はいはい、いや嫌いっていうか、でも、はい、今の子たちには、はいはい、はい、今の世の中にはもう必要だろうなっていうのも分かる、はいはいはい、ただやっぱりこう、うん、ライブをね、はい、ライブハウスで見たりとか、はい、で今回映画も作って改めて思ったけど、その やっぱりこう自分で何かに向き合うっていうことが、はい、俺はものすごく大事じゃないかなと思って、はい、でそこでしかこう味わえない感覚があるじゃないですか、そういうのはまあ、ジジイの説教かもしれないけど、うんうん、いやなくしたくないですよね、そう、うん、そのね、いい悪いとか、うん、好き嫌いとか、うん、そんなんどうでもいいんだけど、うん、それがなくなったら、うん、人間って何なんだろうって、うん、そうだね、その肌触りのね、うん、もう感覚っていうのはね、うん、なくなるのは本当に寂しいことやもんね、うん、じゃあ僕らみたいにライブっていうものにすっごいやっぱり比重を置いたりとか、そうですね、作品さっき言ったそのパッケージしたり、うん、全部しっかりやっている立場としてはね、うんうんうん、そうだから、そう僕もだから思うんですよ、別にね今の若い子らは多分それが普通やし、うん、それを俺らがそんな違うっつっても、うん、それはもうナンセンスすぎると思うので、うんうん、いいんですけど、ただこういうのもあるぜっつうのは、うん、こういうのもいいんだぜっていうのは、そうね、ね、ちょっとこう
やっぱ言い続けたいなと思ってね、うん、そうだもんね、提示していかなきゃ何かと思うしね、そこだけはやっぱり残さないと、うん、なんかな、うん、それを残さない、うん、残すことのできない、うん、ロックンロールなんて、うん、俺はクソだと思うから、うん、クソだと思う、ね、そうっすよ、でも、それを、うん、あのロックンロールが残さないんだったら、うん、やめた方がいい、うん、そういうバンドはね、シュガーマンの奇跡ってあれってあ何でしたっけ、ドキュメンタリーです、ドキュメンタリー、なんか、うん、アメリカで全く売れなかった人が南アフリカで英雄だったっていうお話ね、あのミュージシャンの話、そう本当に実在のロドリゲスっていうミュージシャンのお話だけど、いや素敵やなと思った、それは英語圏だから世界中伝わるかもしれないや、だから俺もそれ映画見ながら、でも日本語だから、まあ、日本の中しかとどまれないから難しいなと思いながら、自分らの会ったこともない地球の裏側で自分らが何か起こってたらすごいことだと思うから、でもね、やっぱりでもそれでも今 YouTube の時代で、これでもライブ高円寺でやったら、オーストラリアから女の子が見に来たりとか、そういうのもあるのがやっぱりちょっと嬉しいんだけどね、わざわざ休み合わせて見に来たとか、まあ、イメージそういう意味ではね、なんかね、世界は近いから。まあ、だからそういう意味じゃ、そういうこうね、あのネットとかっていうのは、まあ、それはすごいいい部分じゃないですか。だから、じゃあ、ほら、今ね、あの YouTube とかもあるし、はいはいはい、本当にこう、全世界と繋がれるじゃないですか。そやもんね。不思議な世の中やね、ほんま。そう、だからまあ、ちょっとまあ、バランスかなと思いますけど、そういう、なんかちょっとね、こう、自分の中での。まあ、でもそのバランス取れるのはね、やっぱりこの大人にならな、無理かなっていう気もするけど、なんか俺ちょっとあの真面目な話しそうじゃないな俺いやでも なんかこう、うん、何か作るとか、はい、やり続けるとか、まあやり続けるって大変だけど、うん、ねえやんないとね、そうですね、そうですよ、やんないと、やんないとね、うん、それはそうなんだよね、うん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 、うん、覚悟してやらないとさ、俺らはまあね、うん、ほんとこんな年になっちゃったし、でもだって俺らだから、ま、それ直樹さんであり、うん、能野さんとかね、うん、そういうね、ちょっとこうあのわけのわからんねこうあの大人がいるわけじゃないですか、うん、もうわけのわからない大人の古い俺ら、でも俺らはだから、うん、そういうの見ると、うん、あ、全然俺らはまだまだあの頑張らなあかなと思うしこの人らやってんやったら俺らもっとやらなあかなって思うんですよ、まあね、そうだもんね、うん、頑張るよ、いやでもね、やれるから、はい、大丈夫大丈夫、はい、やれるから大丈夫大丈夫だよね、うんうん、でもあのね、もう今度はあの映画だったら次回作とかイメージあんの、ある、あ、ほんと、次もう食ったらねんやってやるもんぐらいの、くだらん撮るよ俺どういうのっても考えてんの今言えるとこまででいいけど、ポルノポルノとか言うの、うん、まあ、ポルノはポルノはでもね、俺じゃない方が多分いいと思う、あ、ほんと今思ってるのは、うん、あのくだらない SF とだからすごそうやな、それなもうくだらない SF ホラーと、うん、で、もう一本はくだらない時代劇、うん、あのこれずっと思ってるけど、うん、小柄志文次郎と雑踏一はどっちが強いのかなって、めっちゃ面白そうですね戦わせるのね、戦わせるそれと、うんうん、あのもう一本鉄板も作ってやろうかなと思って、寅さんと、うん、人情者、寅さんが、寅さんがトラックに乗ってたらどうなんだみたいなそういうのね、そういうのねまあそういうのをギャグみたいね、ちょっとねずっと思ってる直樹さんは役者やりたいとかっていう気持ちない、いやいや、うっすらあったりもしたよいや、でもいや、うっすらやで、こんなのは絶対はでもやっぱ緊張するわ、俺自分のステージは緊張せんけど、もうダメだよね、そんなんね、現場はね、でもなんかさ、ちょじゃあ次、うん、次呼ぶかもしんないわスクリーンデビューまだ試しでいいからね、試しでこんな早くでいいからね
そうそうそう、でもなんかそれ多いじゃんか、俺らの周りのミュージシャンも結構出るやん、はい、そうですね、映画とかね、ヒカクさんだって出たりするし、道郎さん、はい、道郎さんなんかよう出るしとか、しげるさんだってそうだし、はい、誰ほんとすごいなと思う、中野さんいいね、ねえ、やっぱしげるはね、ゲルはいい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 ですね。じゃあもしかしたらね、直樹さんもスクリーンデビューするかもねっていう感じですね。もう絶対嫌だ。でもめっちゃ緊張すんねやな。それわかるわ、なんか直樹さんが、うん、そのもう A 型やし、うん、もう前の日からもうバクバクやろ。バクバクだよ。本当に準備、あのね、用意周到でかかるけど、もう絶対ダメだと思う俺。でも昔俺だってあの V シネマは出たことあるのよ。へえ。ね、相川翔主演。ろくでなし2っていう。え、それはバンドとして出たの？バンドマン役で、出んだけど、ちゃんとあのセリフもあって。セリフはなんかね、関東弁やったん。だから一応監督に、関西弁に書いていいですか言うて、一応一言だけ、ワンテイクオッケーでやったけどね。ワンテイクオッケーだけどね。一応こうあの演技論を監督と戦わせた方がいいですね。その一行に。でもやっぱ緊張したよ。すごい。なんか、スタートって言われたらもう、一瞬凍りつくもん。あれは。マジで。まあ全然違うもんすもんね、やっぱこう音楽っていうか、まあ俺はちょっとあのあれですけど、わかんないですけど、ステージ立つのと。そうや、だから、なんだよ、おめえは。いや、確かに違うんで、でもね、なんかあるんだよな、あそこには。野野さん的にはどうですか、その、なんか音楽の現場と映画の現場って。いや全然違う。ああ、まあやっぱ違うね、うん。違うけど、うん、やっぱりなんかなんつうのかな、レコードを作るようなもんね。え、あの映画ですか。うん。そうかもね、そっちやろね。やっぱ時間かけていく中で、こうじゃねえか、ああじゃないかをずっとやっていけるっていう作業の中ではそうやろうしね。うん。CD じゃないんだよ。レコードだと。レコードね。なるほどね。じゃあまたね、次のレコードが楽しみですね、野野さんの。これ今俺あのまとめた感じなんですけど。トラさんがトラックに乗ってるやつとか。ちょっとね。ひどいと思うよ。いや、でもね、はい、そのひどいっていうのは俺にとってはこう、もう、うん、あの、はい、グレートを超えた。そう、褒め言葉だよね。やっぱその感じを、はい、やっぱり、まあ伝えるじゃないけど、はい、まあね、見てる人とか、はい、どう思ってくれるか、うん、まあ、それはその俺がこうずっと付き合ってるバンドのもうみんなそうだけど、はいはい、そのね、はい、ラフィンから、うん、こう、はい、俺が好きだった連中、はい、そうだね、なんか分かるけどくだらないですよ俺ら。あのね、いやでもね、でも最高なんだよ、でも、はい、そうねえねえ、くだらないけど最高だっていうところを、うん、なんかあの伝えられたら俺はいい、あ、はい、いいな、うん、はい、それを伝えなきゃしょうがねえだろうと思うし、うん、でもそれはやっぱりね、お客さんも頑張ってと思う。あ、はい、うん、はい、はい、はい、そうやね、そうですね、うん、お客さんも頑張ってと思う、はい、というわけで、まあとりあえずもう時間が来ましたので、うん、まずはですね、赤い季節をぜひ、はい、ご覧いただきたいと思います。で、あと、そう、そのね、うん、ちょっと、まあ、赤い季節絡みというか、うん、この映画の中で、はい、千葉雄介さんと今井明信さんと、あとはあの中村達也さん、おうおうおう、で、あのザ・ゴールデン・ウェット・フィンガーズというバンドを組んであのやってらっしゃるんですよ。で、そのバンドが今度アルバムも出して、あ、今あのまさにツアー中なんです。あ、やってんだ。はい、もうツアー始まってて、で、まあ、札幌です ね、 ね、3月26日は札幌で、うん、で東京はいつでしたっけ、4月の、ちょっと待ってね、東京はね、あの4月の15日、恵比寿リキッドルームであります、はい、まあちょっとチケットがね、もうなかなかもう取りづらいかなとは思うんですけど、で、一応今の会場限定でアルバムも売ってるんですけど、今度その会場限定ではなくて、流通版っていうのも出るんですね。はい、これが5月1日に、キルアフターキスというアルバムが出ますので、そちらの方もぜひ、チェックしてもらいたいです。はいよ、はい、じゃあちょっと最後にですね、その、うん、ザ・ゴールデン・ウェット・フィンガーズのミュージックビデオ、あの砂の時間という曲のミュージックビデオを見ながら、うん、野野さんとはここでお別れしたいと思います。はい、ではザ・ゴールデン・ウェット・フィンガーズで砂の時間、ありがとうね、
よろしくお願いします。どうぞ。ありがとう、ありがとう。野呂さんでした。ありがとうございました。言えない毎日が聞こえてるかみんな。風のように過ぎてゆく。この街で君と出会い、この街で君と過ごす、この街で君と別れたことも僕はきっと忘れるんだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑んでおくれ。知らない、吉田拓郎さん、中村正人。さりげない優しさが僕の胸を締め付けた。この街で僕を愛し、この街で僕を憎み、この街で夢を壊したことも君はきっと忘れるだろう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。それでもいつかどこかの街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おう。Thank you。 おい、この歌詞いいですよ。これは中村雅俊の、そう、俺たちの勲章っていうドラマの中で使われたんやけど、なんか最近ノーヤンが来たからさ、すごくこれがハマるような気がするんだよ。あ、本当に、うん、本当か、今いいか。じゃあ俺は調子に乗ってもう一曲歌うぞ。視聴者離れないでくれよ。今は卒業シーズンやね。卒業シーズンでもあるんだよね。そうですよ。じゃあここはね、はい、金髪先生が、あの名曲を、あ、金髪先生がいきますよ。
遠くまで見える道で君の手を握りしめた。手渡す言葉も何もないけど、手拍子は思いのままに生きられず心に石のつぶて投げて自分を苦しめた愚かさに気づく。私は悲しみ繰り返す、そうだ人なんだ、人として人と出会い、人として人に迷い、人として人に傷つき、人として人と別れて、それでも人しか愛せない。 Thank you。 これも鉄板っすね、これはもう鉄板っす。この春卒業の皆さんおめでとう。はい、直樹さん、直樹さん、さっきね、あの視聴者数ね、はい、今あの最高やってたじゃないですか。あれね、ビッグママのファンが帰ってきたからみたいです。ありがとうございます。つまり俺が2曲目歌う必要はなかったっていう話やないかい。はい、というわけで早速ビッグママからしましょう。はい、金井さんと柿沼さんです、どうぞ。なんだよ、じゃあ俺今のオナニーに過ぎじゃないじゃないか。今の調子ぶっこいてオナニーだぜ、お前が今の。参ったな、おい。おな、ナイスオナニー？ありがとう。マイクスイッチよろしくだぜ。入ってない。入ってる。あ、ナイスオナニーで。ありがとう。はい、ナイスオナニーしました。ありがとうね。俺気持ちよかったもん、今の。あ、僕も気持ちよかったです。ありがとうな。さあ、これは贅沢な時間です。もうほんといつもここいろんなゲストが来てもらって、はい、こういうことやるんやけど、無茶ぶりに答えてくれてありがとうね。さっき練習しました。はい、ちょっと本番前に軽くやったんやけど、はい、もうええよね、どうなってもな。ノリでいこうぜ、もう。今僕は贅沢なカラオケボックスに来てるつもりでいます。おい、プレッシャーぞ俺ら。俺らプレッシャーぞ。生演奏いただいて。そうだね。歌詞はこれでいいんかな。これでいいです。僕、このお話いただいて、タワーレコードさんで、初めて買った CD の、あ、がこれになるんか。曲を歌うのが今日一番意味があるんじゃないかなと思って。はいはいはい。って言って、急に柿沼にこの曲練習してくれとお願いして。あ、ほんま。現在に至ります。現在に、今日に至ります。今日に至ります。じゃあこれな、俺、ほんとさ、うっかりビッグママで、これ視聴者がめっちゃ帰ってきたから、はい。俺無駄に緊張し始めたぞ。お前こういう酔いどるコーナーはスルーしてくるって話やったんやけどな。どう？もう覚悟の方はいいかな？おい。バカ野郎お前、お前。ダメ、ダメ、この野郎。コーラスも取りたい人が、ダメ譲り合い、絶対。オッケー。はい。はい。オッケー。走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく。誰にも言えないことはどうすりゃいいの、教えて。急ぐ人に操られ右も左も同じ顔、寄り道なんかしてたら置いてかれるよ。すぐに嘘でごまかして
嘘でごまかして過ごしてしまえば頼みもしないのに同じような風が吹く急ぐ人に操られ言いたいことは胸の中寄り道なんてしてたら置いてかれるよいつも走る街を見下ろしてありがとうございました。サンキュー、ありがとう、ありがとうね、これは超レアっすよ、ありがとう、本当にありがとうな、ありがとうね、ちょっとドキドキした、緊張した、ありがとう、ビッグママでした。やっぱりな、ちょっと最後のコーラスのところで俺も調子に乗って歌っちゃったけどね、ビッグママのあのファンの方すいませんでした、どすい声が聞こえてすいませんでした。よかった。楽しかった。さあ何のコーナー今から。はいよタワーマスクだ。フジロックで待ってるぜ。ボイラールーム。はい。というわけで。いよいよ番組ももう最後でございます。はいどうも、今日は見てくれてありがとうね、ありがとうございました。で、はいどうも、それでまあここからちょっといつもの番組視聴者プレゼントコーナー、はい、やりましょうか。豪華プレゼントありますよね、はい、今日もね、まずはですね、はい、ビッグママからは、はい、この後また写真撮りますけども、サイン入りポラ、はい、3名様、はい、それ俺写っていいの、ダメ、いや、どうしますかね、映らない方が貴重、まあその時の、まあ、ノリで、そうですね、はい、俺ちょっと後ろの方に立ってもらう、はい、サイン入りポラ3名様、それと、はい、今日の金井さんが見てもらったこの手相のこの診断を、これサイン入り2つとないからね、2つとない、ないこれはもう超レアっす、これ1名様、うん、それとちょっとそのさっきの暁さん の, 手相の時にも言いましたけど、はいはい、この猫さん、ね、この猫手相、これが、はい、29日に出ますけれども、うん、これに金井さんのサインを入れていただいて、どこまでビッグママ頼りやねん、おんぶに抱っこやないかい。で1名様、これも1名様です、俺のサインもするぞこの野郎、はい、1名様いらんのんかい。それとあと赤い季節からはですね、今ここに貼ってありますけれども、このポスター、はい、これ3名様に、はいはい、3名様、はい、それとあと SA から、はい、今こう直樹さんが頭からかぶって、そうですよ、はい、これはね、こういう手ぬぐいを作りました。これなんか通販だけで、これはそうなんですよ、実際は特典なんですよね、通販で、まあ、詳しく言ってしまえば、まあ、軽く言えば5000円ぐらい購入してくれたら、これをねもらえる、つくんですよ。だからこれも使い方はいろいろありますから、このように楽しむもよし、銭湯で使うもよし、はい、うん、はい、これを一応じゃあナクさんのサイン入れますか。ほんと俺の欲しい、じゃあやめとくか、じゃあビッグママの入れようぜ、ここなんでやねん、どこまで立っとんねん俺のサイン入れて3名にあげるよ、3名様、俺のサインでねこれ3名様はい、この、まあ、以上ですね、以上、このプレゼント、また明日ですね、これいつもそうですけども、うちの、タワーレコード、はいはい、ツイッターちょっと待ってください、はいはい、出して待ってるよ、ね、待ってるよ、このこちらですね、こちらアットマークタワーセール、こちらの方で明日ですね、その応募方法等を、ツイートしますので、うん、こちらを、ご確認くださいと、はいよー、という感じです。でここまで来まして、であとはですね、あそうそう、 SA、 はいはい、まあ、さっきも言いましたけど、まずは4月30日にスプリット、
はいはい出ます、はい、出ます、それがあってで次ですよツアーが。そうなんですよね、あの、まあ、一応5月末から6月にツアーやります。ソロの詳細がこれですね。はい、これ2フェイスだ、2デイズのイベントなんですけど、はい、自分らであんまライブね、2デイズいろんな各地でやります、はい、オールマスタービーツ2013、はい、2フェイスツアー。これはどういうような内容のツアーですか。そうね、あの一応サリーと、はい、読めるアリー、あサリーとアリー、うん、そう、あのそれ調べてくださいそういう意味のあるね、じゃあ違う、まあ、団結とか、はい、ちょっと攻撃とかいろんな方に分けてちょっと濃度の中身、今まであんまりできなかった曲もあるんで、ちょっと濃密な2 days をやりたいと思ってます。これはあの各地2 days でやるんですよね。そうですそうです、はい、はい、やります。これは結構貴重なっていうか、なんか楽しそうなイベントだと思うんで、俺らもだから体力勝負やから、またちゃんと明日からスポーツクラブで俺鍛えないとさですね。いや本当それぐらい、はい、梅雨のツアーなんで、うん、はい、了解です。いやあのこちらも初日が5月27日の、うん、札幌クラブカウンターアクションから、そうですね、始まりますので、はい、こちらもぜひ、はい、よろしくお願いします。そう、それとちょっと一個訂正です。はい、先ほどのあの猫手相なんですけど、これ3名様、3名様、はい、その3名様にちゃんとビッグママのサインがいる。ビッグママの絶対あるんだよねこれね、これ鉄板なんだよね今日今日頼りだもん、はい、完全にこれ3名様です。もう泣いてすがってんぞ、はい、この番組します。はい、詳しくは明日またツイートしますので、そちらはいよろしくお願いいたします。さあそれとあとは今はあかんこと、今はあかんことは、ああそう、さっきも言いましたけども、何度でも言おう、マーベリックキッチン、たまることね、はい、マーベリックキッチン、エビスリキッド、はい、5月3日、5月4日、4日ですね、5月4日、4日土曜日、今日第2弾は、発表しました、ドレスコーズとキングブラザーズと、あの、岡本ズ、はい、これ追加になります。で、あと、ちょろっと出ます。あと、ちょろもまたすごそうな。あと、ちょろはちょっとまたご期待いただきたいんですけど、一応これが。あのすごいビッグママ、ビッグママ、ビッグママ頼り、ビッグママかもしれない。どこまでやねん。はい、最後の最後まで。チケット絶賛発売中なので、ぜひ皆さんお越しください。はい、よろしくお願いします。はい、終わった。はい、終わった。またまた。言わなあかんこと全部終えた。なんで次回は？次回はね、1周年記念になりますね。そう、次回はね、まだね、ちょっと日にちがまたちょっと。言えません。う、ね、もうね、ほんとね、ちょっとね、言えないですけど、でも4月、まあ、たぶんの末です、また。そうですね、またね、うん、来年はね、ちょうどあの1周年なんで、来月は1周年になるから、ちょっとゲストもいろいろ考えたいね、はい、はい、なので、ちょっとね、あの人かな、あの人が、帰ってくる、酔いどれが、あそれは偉い日に出ましたね、分かんないけど、分かんないけど、はい、うん、なので、ちょっとね、またあの4月は1周年ということで、ちょっとまた、ドカンと。ドカンとやりたいですね。もう桜も散ってますよ、もう当然ですけど、その頃は。やっぱりとりあえずビッグママには来てもらう。来月もやっぱり来てもらう。もうとことん俺はもう食いつぶしかないね。そうそうそう。だって一番すごい視聴者って言われたんだもん、今回。そうっすよ。今までこの番組名だたるゲスト出ましたよ。歴代トップ作りやがったな。また、はい、ありがとう。じゃあまた来月もビッグママ出ます。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さらば夜明けのスカイラー。紫の空スカイライン、雨よ夜明けのスカイライン、そして静かにそれは一歩踏み出した。
見て送ったのさ。